本でもそうなんですけど、悲しい曲っていうのが私が作る曲の中にほとんどなくって、悲しみとか寂しさを含みつつも絶対明るい未来に向かっていくっていう歌が私の作る曲はほとんどです。なんかちょっと暗い曲も作ってみたいなっていうこと思うこともあるんですけど、自分自身に語りかける歌として、そしてみんなに聴いてもらう歌として、なんか思いを込められるのはやっぱり私にとっては明るい前向きな歌なんだなと思っています。で、最後に歌う明日へという曲はさよならをテーマにしていますが、さっきも言ったようにちょっと寂しい歌とか歌うときにはあえて笑顔で歌いたいなといつも思ってます。優しい気持ちで歌いたいと思います。この曲は卒業シーズン3月頃に作っていて、小学校とか中学校とか大学いろんな卒業があるけど、その歌は、その作っている最中に東日本大震災が起きてしまって、完成間近だったんですが、その時にいろいろ感じたことも思いながら、歌詞をどこを変えたっていうわけではないですが、そういう楽しみからの卒業というか、悲しい気持ち、弱虫の気持ちからさよならを告げるんだっていう思いも一緒に込めて、この曲は復興支援曲としてそこが持っていただいている曲です。皆さんにご覧ください。どうもありがとうございました。終わりたくない。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。